ちょっと休憩いただいてワッフル1個食べてきました。うちに自家製のワッフル焼き器があるんで、ホットケーキミックスで焼くんですけど、なかなか美味しいですよ。まあそれは置いといて、ネドリーさんもですね、今から恐竜に食べられちゃうという悲しい運命が近づいてきましたけど、読みますね。その前のところで、まあ彼は両手をむやみに振りましたと。しかしまあそれでもダメかなとはネドリーにも分かってたというふうなところですね。そこで And then there was a new searing pain とこう来るわけですね。まあやられちゃうんですね。それ And then そしたらその時 there was あったっつってですね、現れたって言ってですね、ああ一つの new searing、新しい searing pain、焼けつくような痛みがと。まあ、ニューっていうのはどういうことかというと、まあ、新しいっていうのは何じゃってことですが、今までは顔に毒液がかけられてて、まあ、基本は顔が痛かったわけですよね。で、ニューっていうことですか、これ、顔じゃない別の場所にというふうな意味ですよね。だから新しいと訳してもいいんですけど、まあ、別のとかね、別の場所にとかって訳してもいいですね。そしたらその時、体の別の場所に焼けつくような痛みが走った。Like a fiery knife in his belly ですね。Fiery が、fiery っていうのは fire という言葉から来てるんでしょうね。火ということです。火の、まあ火のように焼けたナイフ。まあナイフが、まあ包丁が、刀がということですね。in 入ったのである。his belly 彼のベリー、ベリーダンスでしょう。なんかこう揺するダンスのことね。まあ胴体ということですね。彼の胴体の中に入った。ナイフが入るんですから、まあ刺さるとかね。ナイフで切られるとかって、まあ、インは訳したんですね。まるで、焼けたナイフが体、腹に突き刺さった、ライク、ようであるって言うんですね。ライクは何々ようだってですね。ようなのである。And Nedry stumbled, reaching blindly down to touch the ragged edge of his shirt. 言ってんですね。そしたら、ネドリーは、スタンブルってつまずいた。つまずいたって訳したらおかしいでしょ。辞書にはつまずくって書いてあるけどね。だから、なんていうの、歩いてって、ああ、つまずくでしょ。今、こう、突っ立てるんですよ。突っ立ててつまずけないので、つまずいたみたいになる。つまずいたら、おっとっとってなるでしょ。おっとっととなったって言ってるんです。まあ、つまり体を前かがみにしたということを言ってるんですね。ネドリーは前かがみになり、reaching、手を伸ばしたって言ってるんですね。ブラインドが目に見えないまま、ブラインドって目が見えないってことですね。ブラインドリーで目に見えない状態で、だから目が見えない状態で手を伸ばすってどういうこと、こうやるってことですね。手探りするってことですね。だから彼は体をかがめ手探りする、ダウン下の方を、そしてツタッチ触ることにツーなった。The ragged edge. Ragged ってのはボロボロですね。Edge は端っこですね。ボロボロの端っこに of his shirt. 彼のシャツの、彼の上着のっていうですね。彼の服のボロボロの端っこに触れることになった。こういうのも、Edge って端っこっていうことですけど、これ端って訳したらまずいのはわかりますよね。つまり、シャツがあって、このシャツね。これ首ね。ボロボロの端ってどこですか？普通、端って言ったらここじゃないですか。だから、ここのシャツの端のところが、まあ、擦り切れたり、引っかかったりして、ボロボロになってる。だからシャツの端っこがボロボロになってるって言ったら、ここ、こんなイメージになるじゃないですか。ところが、これ、読んだらわかる通り、ネドリーさんはお腹をガーッとですね、恐竜に引っかかれて、切り裂かれてるわけですよ。引っかかれて、ガーッと切り裂かれて。だから、ボロボロになったらここですよ。でここがちょっと血が出てるって感じですけど、ね。そうすると、ここのことを、恥とは言わないでしょ。恥って言ったらここになっちゃうじゃないですか。恥って言ったらね。恥って言ったらね。だから、ここなんていうの、まあ、裂け目とか切れ目とかって訳すしかないですよね。だから、ragged edge。edge っていうのは、何かの端っこっていう意味、何かの端っこっていう意味じゃなくて、この edge は、裂け目ということでしょうね。ボロボロの裂け目に触れたのである。だから、ボロボロに裂けているのに触れた。上着がね、上着がボロボロ裂けたのに触れた。And then, na, thick, slippery mess. ですね。thick はぶっといというですね。slippery がスリップするような、つるっとするような、まあ、この場合ちょっと
内臓のことだからぬめぬめするね、ぬるぬるしたようなマス、マスだから塊というかね、太いぬるぬるした塊があったってです。まあこの場合はその前のタッチがまだ効いてるわけですから、タッチという言葉が効いてるわけですから、タッチという言葉が効いているわけですから触れたということですね。それから、ぶっといぬるぬめぬめした塊にも触れると。だからそいつは What's surprisingly warm? Surprise ってのはびっくり、驚くとですね、びっくりするように warm、 温かい、なんでびっくりするのだったのか、温かいものに触ってびっくりするかとかね、とんがってるものに触ったら痛っつってびっくりしますけどね。つまりまあネドリーの乗馬鏡を考えたらわかりますね。今大雨でザーって濡れててすっごい寒い世界なんでしょ。その寒い世界にあるはずもない温かいものがあったから、まあ不意をつかれてびっくりしたというですね。だからギョッとするほど温かい。 And with horror he suddenly knew、ね、With horror って言葉ですけど、 horror ってのは恐怖っていうことですね。 With は一緒ってことでしょ。恐怖と一緒になって、これどう訳したらいいんですか。例えば With rain、 恐怖と一緒にな、あ違う、 rain だから雨と一緒になってって言ったら雨に濡れてって訳でしょ。例えば友達と一緒に遊びに行ったら、友達と一緒に楽しく遊びに行ったっていう意味ですね。だから一緒にっていう言葉に楽しいっていうふうな意味がこもるじゃないですか。 With rain だったら濡れるっていう意味がこもるわけですね。そうしますと With horror、 恐怖にと一緒にだったら、恐怖っていうのは襲いかかるものですね、あるいは感じるものでしょ。だから恐怖を感じながらも、あるいは恐怖に襲われながらって言ってですね、 With horror、 恐怖に襲われながらも、He suddenly knew、 彼は突如としてハッと knew、 思い知ったのである。 He was holding his own intestines in his hands って言ってんですね。彼は holding、 支えているのであると。 He own intestines、 彼自身の内臓をと、 in his hands、 彼の両手でって言ってんですね。彼は自分の両手で自分の内臓を掴んでいるのだということをハッと思い知ったのである。まあ恐怖の中でって言ったんですね。で、The dinosaur had torn him open。 The 恐竜は had torn him open。 torn っていうのはもう引き裂くと、引っかくというふうな意味ですけど、 torn ね、これ過去分詞ね、過去形がtore というふうに言いますね、 t-o-r-e と。で、現在形が言ってます？ tear って言うんですよ。これ tear、 tear と発音します。ところがですね、この t-a-r っていうのは tear とも発音しますよね。 tear、 この tear っていうのはなんか結構そこら辺に日本でも看板あるでしょ。紫色の看板でティアーって書いてあるやつ。あれ 何の看板かって言うと葬儀場の看板なんですね。だからティアーっていうのはどういう意味かというと涙っていうふうな意味ですね。ティアーで同じ TEAR という綴りでテアーってえーって発音したら引っかくというふうな意味で、ティアーって発音したらですね、イーって発音したら涙というふうな意味なんです。まあ思うかもしれませんけど、まあこういう時はですね、ちょっと理屈を考えておいた方が記憶しやすいですね。涙ってのは心が引き裂かれるっていうことでしょ。だから心が引き裂かれて涙がスーッと流れる、それをティアーと、まあ細く発音するわけね、ティアーとね。ところがまあ恐竜がネドリーのお腹を引っ掛けみたいな時は力強くやるわけじゃないですか。ティアーとね、と口を大きく開けるわけね。悲しい時はイーッと発音して、ティアーと発音して、引っかく時はティアーと発音する。まあ綴りは一緒なんですけど、イーとアーの違い、イーとエーの違いでですね、細い感じと太い感じ、悲しい感じと繊細な感じとごつい感じがまあ表現されてるなというのがわかりますね。そしてドアードーンって過去形、過去分詞になるとおーって発音するんですね。引っかいて穴が開いちゃった感じね、ドアードーンってね。だから、The dinosaur had torn him ね。恐竜は引っかいて穴ぼこ開けて、オープン開けちゃったっつってですね、ネドリーの中にね。恐竜は、had torn him、まあ直訳すれば彼を引っかいていた、オープン、そして開けていたっつってですね。
で、ドーンっていう言葉になんかボコっていう感じがあるんですね。The dinosaur had torn him open ってね、オープンってちょっと弾け飛ぶような感じで、が、まあします。まあ今、弾け飛ぶって言ったけど、あ、まあ、ここの役ですけど、恐竜は彼をのお腹を引き裂いていたの。恐竜が彼のお腹を引き裂いていたのだということですね。で、今、弾け飛ぶって言いましたけど、次の役ですが、His guts had fallen out って言うんですね。fallen というのは fall、落ちるという動詞の過去形ですね。だから彼のガッツ。ガッツってあの、ギターのガットとかでしょ。あの、ギターのツル、ギターの線のところね。そのところをガットっていうわけですけど、ガットっていうのはもともとは腹綿というふうな意味ですよ。あの昔は、ガットギターのガットですかなっていうの。言葉は出てこない。羊の腹綿をこうよじって干して作ったんですかね。だから腹綿っていうことですね。ガットギター。で、誰かにはガッツがあるとかっていうでしょ。だから彼は腹綿があるっていうことですけど、まあ日本語でも奴は肝が座ってるなって、ね、肝っていうじゃないですか。だからまあガッツっていうのは、まあ、肝ということですね。彼の肝が、まあ、肝って訳すと変なんで、まあ、内臓ということですね。彼の内臓が the fallen out 落ちて fallen 落ちて out 外に出ていた。これどう訳します？彼の内臓がぶちまかれていたのだ。で訳すとなんかあの怖い映画でバーンと銃に撃たれてると周りに血しぶきが飛び散るとかね、あるいはまあ場合によっては肉片が飛び散るみたいな怖い映画あるじゃないですか。これこそういう場面なのかっていうことですよ。けどこれ実はおかしい、そう訳すとおかしいんですね。だってネドリーさんは目に見えない状態でお腹に触ってるんですよ。で今ネドリーの立場でこれ文章を書いたわけですね。だからネドリーは自分の腹綿があたりにぶちまかれたということはわからないわけでしょ。こうやって支えてるわけですから。でネドリーがわかるって言ったら内臓がぶら下がっている、あるいは内臓が傷口から飛び出してるっていうことだけですよね。もさらにですね、恐竜の立場から言うとですよ、恐竜の立場から言うと内臓をぶちまいちゃったらしょうがないじゃないですか。だってこれ今からネドリーを食べようっていうのはですね、せっかくのネドリーの肉をですね泥まみれあるいは砂まみれにしちゃったらジャリジャリして美味しくないでしょ。だからぶちまかないと思いますよ。ぶちまいたんじゃなくてただ切っただけということですね、おそらくね。だからフォールになるとの意味はフォールは落ちる、つまりある定位置から下に下がるという意味ですね。アウトは外っていうことですから、定位置から下がって外に出たということだけが言ってるわけですから、バーンとぶちまかれたんじゃなくて、まあ、はみ出しているとかね、飛び出しているとか、ぶら下がっていると訳すのが無難なっていうか、いい訳し方です。彼の腹綿が飛び出しているのだということです。ぶら下がっているのは垂れ下がっているのだということですね。で、次ね。The Nedry fell to the ground and landed on something scaly and cold と言ってですね。Nedry は fell。この fell もさっきの fall、内臓の fall と一緒でですね、バダーンと落ちるというよりも、ふーっとなったんですね。Nedry はふらりと to the ground、地面の方に倒れかかって行き、and landed。land っていうのは、ランドということなので、例えばディズニーランドという時のランドですよ。だから、これは、土地というふうな意味ですね、土地。で、これが動詞になるとですね、例えば飛行機がランディングするとかって言うじゃないですか。あれ、着陸するっていう意味ですね。だから地面に降りることをランディングすると。だからこれ乗っかるという意味ですね。だから、and landed。そして、ネドリーは乗っかったのである、on something 何か、スケイリー、ゴソゴソして、and cold, ひんやりとしたものの上にと言ってるんです。It was the animal's food. こいつは動物のと訳さないで。日本語で動物って言うと恐竜な感じしないでしょ。だから恐竜って訳してくださいよ。こいつは恐竜の足であった。それは恐竜の足であった。And then there was new pain on both sides of his head. そしてまた新しい。さっき別のって言いましたよね。別の痛みがon both sides, 両側の上に of his head, 彼の頭のって言ったんですね。彼の頭の両側に、まあ耳のあたりっていうことですかね。両側ですからね。両側に、新たな痛みが there was 現れたのである。新たな痛みを感じたのである。ということです。ちょっと皆さんに質問なんですけど、今度の痛みは痛みですか？まあ痛みだから痛いんですけど、激しい痛みですかね。どう思います？
これはですね、実はこの英語を見ると分かるんです。どういうことかというとですね、下から数えて10行目、つまり2つ下から数えて2つ目の段落の一番最初の行のところに And then there was a new searing pain like a fiery knife in his belly というところがあるじゃないですか。これは焼けたナイフが腹に突き刺さったみたいな激しい痛みがあったって言ってるんですね。だからこれ言葉だけでも激しいと分かるんですけど、まあそれだけじゃなくてですね、There was a new って言ってて、あという文字が入ってるじゃないですか。ところがですね、何？今読んだ下から4行目のところは、There was new pain と言ってですね、あがないでしょ。あがあるのとないのは違いがどういうことかというとですね、まあ、例えばですよ。あれ。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。例えば、リトルって言葉知ってますよね。リトルっていうのはちっちゃいってことですけど、まあ少しのというふうな意味にもなるでしょう。例えば、リトルマニーって言ったら、ちょっとのお金っていうことじゃないですか。これの言い方で、こういう言い方があるのでご存知ですよね。A little money, a little money, little money と a little money ってどっちがでしたっけ？どっちも少しというふうな意味なんですけど、この場合はですね、少ししかお金がないっていうふうな意味なんですよ。こっちは少しだけどお金があるっていうふうな意味なんですね。どういうことかというと、今日みんなで夕方遊びに行こうやって友達が誘われた時に、俺お金ちょっとしかないねん。だから行けない。っていう時が little ですね。あ、で、今日夕方遊びに行こうやと誘われた時に、あ、今日ちょっとお金あんねん。だから遊びに行こうやって。ちょっとお金があるっていう時ね。つまりまあ前向きな感じの時があが入るんです。こっちはない時はあがないんです。これどういうことかというと、あっていうのは一つのっていうことでしょ。だから塊っていうことじゃないですか。だからちょっとだけどお金、塊あるねんっていうことがあなんですね。ところがこっちはあがないわけですから、塊がないわけ、スーッとこう消えちゃうような、なんか儚い感じがあがないことによって表してるわけね。例えばただのウォーターって言ったら、ウォーターって流れていく水ですけど、あーウォーターって言ったらペットボトル一本の水とかね、コップ一杯の水ってことが塊があるんですね。塊がないのと塊があるの。だからこっちはスーッと消えていっちゃうけど、こっちはドーンとしてるということです。で、今の場合はペイン、痛みだったでしょ。あ、ペインって言ったら塊の痛みなんですよ。だからドーンと来る痛みなんですね。だから、しかし、あのない痛みは、スッとするんですね。消えちゃう痛みってことです。ピーンと消えちゃう痛み。そうしますとですね、今の下から4行目のところは There was new pain、 現れた新しい痛みがあった。だから今までもう痛みが散々あるんですよ。そこにスーッとちょっと増えただけということなんですね。ところが最初その上の方のですね、 There was a new searing pain、 痛みのなかったところにドンと痛みが来た感じなんですね。だからあがあるかないかによってですね、まあ同じ痛みでもですね、苦しめる痛みか、まあ、ああ、まだ痛いな、みたいなですね、落ち着いた痛みか。まあ、そんな差が、まあ、表現されてるんだということです。そうするとですね、ネドリーさんは、顔の両側に痛みが感じたんですけど、あれ？なんか、痛えな、ぐらいな感じなんですね。痛えな、っていう感じなんですよ。そして、The pain grew worse と続いてるでしょ。The pain grew worse。その痛みが grew。grew っていうのは grow、成長するという動詞のですね、過去形ですね。その痛みは成長していったんですよ。ガガーッと爆発したんじゃなくて、じわじわじわっと大きくなったんですね。その痛みはじわじわと、worse、悪くなっていく。まあ、じわじわとひどくなっていった。これで何がわかります？恐竜さん、優しいってことですね。ネドリーの頭をですね、ガーンと踏み潰したらですね、もう一瞬で死んじゃうというかですね。
あ、痛みもバーンってすごくくるけど、その後も死んじゃって何も感じないって感じなんですけど、ネドリーさんの頭の痛みはじわじわとやってるんですから、恐竜の扱いが今優しくなってるということがわかりますね。一体何が起こってるんですかね。で、次行きますよ。 And as he was lifted to his feet, he knew the dinosaur had his head in its jaws となってですね。で、and そして as まさに he was lifted 彼が持ち上げられた to his feet 彼の足へと。これ its feet じゃないですよ。 its feet だったら恐竜の足なんですけど、 his feet ですから、これネドリーの足ですよ。ネドリーの足へ he was lifted、 これ受け身形ですね。彼は持ち上げられたって言ってるんです。ネドリーさんは自分の足へ持ち上げられた。さっきあったじゃないですか、今日やった時のところに数えるのめんどくさいな。数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18、下から18行目に、Ned Lee scrambled to his feet ってあったでしょ ?to his feet って今日2回目出てるんです。さっきの scrambled to his feet は彼はもがきながら立ち上がったというふうな意味だというふうに言いましたね。だからここは彼は持ち上げられて立ち上がったんです。立ち上がったんじゃなくて立ち上がらさせられたんですね。だから立ち上がらさせられるってことですから、ぶら下げられてるんですね。ネドリーさんが横になってたんですよ。頭をも掴んでグググググっと言ってこう立たされたんですね。ネドリーは持ち上げられて立たされた。で、He knew、 彼は思い知った。 The dinosaur had his head in its jaws、 恐竜が had 持っているのだ。 His head、 ネドリーの頭を in its jaws、 恐竜の顎の中にと言ってるんですね。だから顎の中に恐竜がネドリーの頭を持っているって言ってるんですね。だから恐竜がネドリーの頭をくわえているのだということを思い知らされたわけですよ。まあおそらく恐竜さんは、まあ、今ここにいる恐竜がどんな恐竜かもう一つよくわかりませんけど、でっかい手を持ってる、ゴリラみたいなでっかい手を持ってるんじゃなくて、普通恐竜ってこのちっちゃい手しか持ってないですじゃないですか。だから口でかいわけですね。だから口持ち上げられたっていうことは、手では持ち上げられないだろうから、口で持ち上げられたんだなということが、まあ分かったと、まあそんなふうにまあ言ってます。でですね、ちょっと話がそれるようで、まあそれないというかあれなんですけど、この映画は、この小説はですね、映画化されている、今映画が有名ですよね、ジュラシックパークという映画ね。その映画を作った映画監督はスティーブン・スピルバーグという映画監督なんですね。1枚目のプリントの右端の方に本の表紙がのプリの映像が、まあ、載ってると思いますが、そこにスティーブン・スピルバーグとそんな風に書いてあると思いますが、このスティーブン・スピルバーグはもちろんジュラシック・パークでも有名なんですけども、その他にもたくさん有名な映画を作ってるんですが、スティーブン・スピルバーグの最初の大ヒット作品、彼の出世作は何かっていうの皆さんご存知ですかね。ちょっと待ってください。ホワイトボード。よいしょ。ちょっとホワイトボード消してましたけど、スティーブン・スピルバーグの出世作は、実はですね、ジョーズという作品なんですよ。なんか聞いたことないですか？J-A-W-S。ジョーズっていう映画があるんです。今ここに、in its jaws っていうやつでですね、jaws、jaw っていう言葉が出てきたでしょ。だから、まあ、この小説を書いてる人はマイケル・クライトンっていう作家なんですけど、マイケル・クライトンがスティーブン・スピルバーグの jaws という映画を意識していたかどうかはわからないですけど、この映画を作るですね、スティーブン・スピルバーグさんは、あ、ここに jaws っていう言葉が出てくるってね、なんかちょっと思ったかもしれないなとはまあ思うんですけど、そのスティーブン・スピルバーグのジョーズという映画はどういうやつかというと、実はこれポスターがあるんですね。まあ、この映画は見たことなくても、このポスターはどっかで見たことあるんじゃないか。これジョーズってこの題名が一番上に書いてあって、こんな風になってるんです。何のこっちゃってことですけどね。おにぎりじゃないですよ。ここに口があってギザギザギザっていうの。ちょんちょんと。これ目ですかね。目じゃないんですけど、
でここにですね、これは実はサメなんですよ。でここに綺麗な女の人がいて、こう金髪の髪の毛があって体があって、こうやって泳いでるところなんです。この泳いでるところに水の底の方からこのでっかいサメが現れてくると。まあそのサメの歯はこんな風にこうギザギザですみたいですね。こういうポスターがあって、これはジョーズのポスターなんですけど、まあこのポスターはちょっと見たことありますかね。まあまあ余談になりますけど、もちろんこれ目じゃないですよね。鼻ですよね。いや鼻でもないですよね。鼻おかしいですね。だって鼻ってね、息吸い込むところですよ。サメは水の中に暮らしてるんですから、息なんか吸い込みますよね。まあこれはなんかこう触覚なんじゃないですかね。まあないか知りませんけどね。でサメですよ。でサメっていうのは英語ではですね、シャークっていうんです。シャークがサメ。だからここに、これ人食いザメの話だとして、ここがジョーズっていう名前じゃなくて、例えばシャーク、あるいは複数形出したらシャークスっていう、題名にしてもよかったでしょ。シャークスってのはサメがサーッと来てガッとこう噛みつくみたいなね、シャークスって怖い音がするじゃないですか。だからシャークスでもいいかなとまあ思うんですけど、けどスティーブン・スピルバーグというまあ映画監督はですね、この映画の題名をジョーズってやったんですよ。ジョーズっていうのはこれ、まあ、さっきの、このテキストで分かる通り顎というふうな意味なんですよね。顎ですよ。ここに日本語で顎って書いてあったらですね、こんなそんな映画見に行きます？顎、今度の日曜日顎見に行こうやなんかちゃんと言いに行きたくないけど、上手見に行こうやってさ、なんか上手ってなんかいい感じだから見に行こうかなみたいなまあ感じがしますよね。シャークスでもいいじゃないかと、まあそんな風にまあ思うと思うんですけど、これなんで上手で上手にしたのかということなんですよ。なんで、まあ上手っていうのは顎っていう風な意味なんですけど、これなんでここ S がついてて複数形なんですか。あるいはですね、このテキストの方もですよ、テキストの方も The dinosaur had his head in its jaws とですね、 jaws と複数形になってるでしょ。なんで顎は複数形なんです。だからこの恐竜は実はお母さん恐竜でね、子供が後ろに何匹も隠れてて、ネドリが倒れたからっつって、わらわらとですね、子供たちが現れて、ネドリにガバガバガバと噛みついた。だから顎がたくさんあるんだ。複数形になってんだって。まあ、それはちょっと、なんか話がおかしいですね。今、加えて持ち上げてる話ってんですから、その、チビが出てきてもそんなことしないじゃないですか。じゃあ何すかってことなんですが、これ顎っていうのは、今私が喋ってる時に、こう、角がぐ動いてるところを顎というふうに言いますけど、実は日本語でも言うじゃないですか。上顎、下顎っていう言い方ね。下顎っていうのはこのカクカクの方ですけど、上顎ってこの鼻の下のこの歯の生えてるあたりを上顎って言うんでしょ。上顎。だから、言い方によれば、動物には顎二つあるわけ。一匹の動物に顎二つね。だからそういう意味ですね。だから二つの顎の間に、上顎と下顎の間にというふうなことですね。で、まあ、そういうことで、ジャーズっていうのは、まあ、顎っていうことなんですけど、まあ、なんか、こういう質問って、まあ、春ぐらいの授業の時によくやった感じがするんですけど、この JAWS っていうですね、4つの、文字があるじゃないですか。この4つの文字の中で、一番怖い文字はどれですかっていう質問してもいいですか。このサメの映画の中で、ジャーズって、一番怖い人。つまりこの JAWS にはそれぞれ何かを表現してるということですね。だからサメがですよ、水の中からこう現れるわけでしょ。その姿を例えば J という文字で表してるというふうに見えるでしょ。 J っていうのはこんな形でしょ。こんな形、つまりサメがグググッと現れてくるのを J と表してると。その次 A という文字があるじゃないですか。 A っていうのはこんな形ですね。だからこれはブワーッと広がる。だからグググッとしてブワーッと広がるんですから、サメが口を開くということを表現しているというふうに見えるでしょ。いやーってね。その後こう W の文字があるじゃないですか。W の文字は何だっつったら、こういうギザギザな形してるでしょ。だからサメの口に生えている牙を表現しているとも言いますね。ジャーってこの歯のところを W で表してる。だからこの W の文字とここの、イラストのギザギザはこう響き合ってるということが言えるんですね。だからこのイラストの中では
まあ一番怖いのは W の文字だ。この歯がギザギザって言ってたら怖いじゃないですか。まあそんな風にも言えるんですけど、実はそうじゃない。実はそうじゃない。例えばですよ、あの動物園に行ってですね、ライオンの牙を見て、うわあのライオンに噛まれたら怖いなって、まあライオンの牙を見て思うかもしれないですけど、実はあまし怖くないでしょ。なぜかというと、檻の向こう側にライオンがいるからですよ。そのライオンがこっちに、その檻を破ってこっちにやってきたら怖いですけどね。檻の向こうにいるから怖くないわけですよね。だからこれも実はそうなんですよ。ただの牙が見えただけでは怖くない。で、何が怖いのかっていうとですね、この S の文字があるからなんですよ。S の文字ね。S っていうのは、この授業の最初の方でやったと思いますが、この1年の授業の際、複数形を表すわけでしょ。1個、2個、3個ってね。だから本だったら、1 book, 2 books, 3 books, 4 books。この数でなんかこう、積み重なる感じがするわけです。す。す。そうすると、ジャーズって言ったらどういう意味？上顎と下顎が積み重なるっていう意味ですよ。つまり、上顎と下顎が、映ります。噛み合わさる瞬間の音がすって音なんですね。だから、ジャーズ。いやずこれ噛み合わせるから怖いんですよね。で噛み合わせるときに間に挟まるものはここに書いてあるでしょ。綺麗な女の人がいるわけですよ。で水の中からサメが現れてジャーズってやるわけで、そしたらこの女の人おそらく胴体ぐらいがですねバチンとこうちょん切れちゃってですね、血がブワーッと飛び散る。そしてまあもう、うん、苦しみながらまあ死んでいくみたいなね、そういうことを想像されます。そういうこと、そういう残酷な情景が想像されますけど、このポスターには実はそれが描かれていませんよね。この女の人はまだ生きてるじゃないですか。サメはまだ口閉じてないでしょ。ズッてやってないじゃないですか。けど文字にはズッて音があるわけ。これでわかりますね。もしこのサメがこの女の人に噛みつく瞬間を見たいならば、あんた映画館に来なさいよということなんですね。だからじゃあズズのとこ見に行こうやっていう風な気持ちになって、たくさんの人がですね映画館に押し寄せて、そしてその映画はまあ大ヒットになったということなんでしょうね。だからこれをですねシャークっていう言葉にしちゃえるとね、どこで噛みつくの、ただサメが来るだけになっちゃうんですね。シャークシャーク、うわサメが来た怖いじゃなくて、じゃあズって言ったらうわ噛まれて怖い。噛まれて怖いのと、サメが来ただけで怖いのと比べれば噛まれる方が怖いですからね。だから、じゃあ、ズっていう題名にすることによって、人々の恐怖心を煽り、そして映画が大ヒットしたと。まあそういうふうな話なんだろうと思います。で、このテキストに戻りますよ。そうすると恐竜がネドリーの頭をそのジャーズの中に、加え込んでいるんだというふうなことを言ってるわけ。そうするとですね、その恐竜のギザギザな牙、そしてズンとくる圧力、それが全部ここの中に含まれている。で、これをですね、日本語に訳すとどうなのか。恐竜がその顎の中にネドリーを加えているんだってやったら怖いですか？なんか怖くないでしょ？なんでか。というと、顎というのに牙がないわけです。顎って何ですか？アグ、アグ、アグってことですね。アグ、アグ、アグって言うと、なんか硬いものを噛み砕くって感じしません？アグ、アグ。つまり、奥歯を使うのを、漢字がアグっていう言葉ですよね。感覚ですよね。ところが、日本語では、何かを噛むことを噛むっていうじゃないですか。噛むってね。では、うん、力がかかりますけど、英語では何かを噛むことはバイツっていうでしょ。バイツする。バイツと噛むってなんか違いますよね。バイツってのはバリって音が聞こえるじゃないですか。噛むってのはガグって音が聞こえますよね。つまりこれなんですか？おそらく日本人は、穀物を食べる人たちなんですよ。日本人は胴体が長いじゃないですか。それは穀物を消化吸収するために大きな胴体が必要だった。牛も胴体でかいでしょ。ところが、ヨーロッパの人たちは足が長くて胴体短いじゃないですか。つまり足で走り回って獣を追いかけて、それを肉をガブって食うわけですから、肉っていうのはそんなに消化するのに大変じゃないんでしょうね。だから、牛と比べりゃライオンなんていうのは胴体がちっちゃいでしょ。だから日本人が胴長短足なのは昔からですね、穀物を食っていたからだというようなことなんですけど、でつまり私たちは肉を食うじゃないわ、穀物を食うので、顎というのはアグアグってする噛みつぶすために存在してるわけでね。ところが、まあ、ヨーロッパの人たちは肉を噛みちぎるのに口を使うわけね。だからバリバリバリって、だから
あの人たちにとって大事な歯はおそらく前歯なんですよね。私たちにとって大事な歯はおそらく奥歯なんですよね。だから日本人はおそらく奥歯がダメになったらば、昔の人はもう物が食えなくなって死んだと。でヨーロッパの人たちはおそらく前歯がダメになったら肉が噛みつきれないから、まあ、食えなくなって死んじゃうみたいな、まあそういうふうな違いがあったんだろうと思うんですけど、だからジャーズ、顎っていうのはこれは歯の生えた顎っていうことですよ。ところが日本語の顎って言ったらあぐあぐとする奥歯のある顎というふうなことになりますね。だから奥歯と前歯じゃ全然違うじゃないですか。突き刺さるっていう感じと潰すっていう感じでね。だからこれ突き刺さってるんですよ。だから恐竜が俺の頭をあの恐竜の顎の恐竜の口のあの鋭い牙が俺の頭に今突き刺さっているのをネドリーは思い知ったとおそらく言ってるんですね。でここでわかるのはですね、これイエス・キリストの死ぬ時のイメージだということですよ。イエス・キリストっていうのはこの茨の冠を頭にかぶせられて死ぬでしょ。で、あの西洋のあのイエス・キリストの死んだ時の絵がたくさんあるじゃないですか。十字架にかけられた絵ね。その絵を見るとわかるんですけど、茨ってどんな茨かっていうとですね、トゲがこんな長いんですよね。日本のバラみたいな、そのなんか5ミリとか長くても1センチぐらいのトゲしか生えてないようなバラではなくってですね、向こうのイバラっていうのはなんかトゲこんな長いらしいですね。こんな長いトゲが生えている、イバラの冠を頭にガーンってかぶせられたのがキリストさんなんですね。そうすると頭の頭蓋骨を貫通するかどうかはわかりませんけど、少なくとも頭の皮膚にですね、ぐーぐーぐーっとですね、何十本かの5センチぐらいのトゲがぐさーぐさーぐさーと刺さったと。まあそんな風な絵がですね、あのヨーロッパのキリストの絵にはありますね。まあそういうイメージ。つまりネドリーさんの頭にですね、恐竜の長い牙がぐさーっと今、突き刺さってんだって。これはまるでキリストが死ぬ直前に茨の冠をかぶせられたのに近い状態になっているということですね。まあ前の方で、このテキストのこの上の方で言ってるじゃないですか。あのエクスクルーシエイティングというところね。あのなんか十字架にかけるというあの話が出てきてると。これはちょっとキリストイメージだなという話をしましたが。まあ